当サイドは胸を開くことができれば強い軸ができます。こんな感じのターンしてみたいなと思っている人はぜひ真似してみてください。こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。今回はカービング今シーズン上達したいなと思っているあなたのためですね、当サイドのこの旋回癖ね、回しちゃう癖を直す方法ね、お伝えしていきたいと思いますので、ぜひね、真似してもらいたいなと思います。はい。どうしてもターンのきっかけを作るときに、この上半身旋回で、この回しながら入っちゃう。そしてターンの、ターン後半をですね、痛かった平行でこう迎えてしまうよって方ね、多いと思います。まあ、そうしてしまうと残念ながら、板が寝てしまうので、一番遠心力の強いところで結構ねエッジずれやすいですよっていうね欠点がありますので、まあ、できれば、はい、胸進行方向に向けたままドーンとね軸倒していってターン後半迎えられた方がしっかりとねエッジのグリップ力キープできるようになりますので、ね、まあ、この練習方法をねお伝えしていきたいなと思います。ではね、まずいい例悪い例お見せします。はい、トーサイドでいい例としてはしっかり胸進行方向向けた状態からドン、この状態ね、この状態で入っていければ強い遠心力でね、強いエッジのグリップ力で、ターンすることができます。それが結構多いのがこの状態ね。ダメな例をお見せすると、結構この上半身旋回から入ってってこう回す。そうするとこういう風に板が回っていっちゃう、ね、後半ターンでエッジがずれやすいですよっていうね傾向がありますので、まあ、ここで直していった方がね、より、ターンのキレをね上げることができますので、ぜひ真似してもらいたいなと思います。では何をやるのかっていうと、かかと側を見っぱなしでターンをしていきます。トーサイドのターン、ヒールサイド、そしてトーサイドのターンでずっとかかと側見っぱなしでいきます。見ていてくださいね。まずこの状態を作っておきます。この状態から、はい、かかと側のターン入ります。でさらにここから、はい、トーサイドのターン移る時もこっち見っぱなし、見っぱなしで入っていく。でまたこっち側のトーサイドのターン、こういう状態を作って、はい、ぜひ練習してみてください。今見ていただいて分かるように、今のように目線をターン方向に送らなくても、はい、体軸さえ倒していけばターンは成り立ちます。なのでこれを癖付けしていきましょう。ただしこれ練習するときは、はい、分かると思うんですが、はい、こっち側一切見えないので人のいないとき、ね、安全確認、人がいなくて安全が確保された状態でね、ぜひ練習してもらいたいなと思います。でこれでちょっと癖付けできたら次のステップです。次のステップは、はい、トーサイドのターンのターンピークだけこっちを見てあげる。そして抜けるときはスッとこっちのねターン方向に目線を向けてターンをね行っていくっていう状態をやっていきます。見ててください。トーサイドから、はい、ヒール入ってってここからトー、この状態、はい、これを行っていきます。まあ、そうすることによってトーサイドのターンに入ってからギュッとこの体のひねりをねずっとキープしたままターンできるようになります。でこれ癖付けできたら正直そのままの姿勢をキープしておいて顎だけ進行方向向けるっていうね自由度が持てれば、はい、よりターンのね質をね改善できるかなと思いますので、ちょっとこれ真似してみてくださいね。はい、それではねカメラの角度を変えてねお見せしたいと思います。いきましょう。はい、かかと側見ます。いきます。かかと側ね、はい、見た状態で、じゃあかかと側を見た状態でターンしていく。かかと側を見た状態でターンをしていく、ね、かかと側を見た状態でターンをしていく。でこれをもう少し乗せていくと、はい、かかと側を見た状態でターンしていく。強いエッジグリップを感じながらターンしていく。はい、
このように、まあ、初心者の頃ね、このドリフトターンなどで行っていたこの旋回癖が抜けないよっていう方に関しては、一度このようなね矯正方法を試しながらちょっとね練習してもらいたいなと思います。そうするとカチンってねエッジが噛む瞬間がね感じることができると思います。やみつきになりますから、ぜひね、練習してもらいたいなと思います。はい、今回以上となります。長い時間お付き合いで本当にありがとうございました。次回またお会いしましょう。レイトプロジェクトの滝沢健一でした。はい、それでは深掘り解説行ってみましょう。ここから SBOS and YouTube メンバーの方限定のレッスンとなりますので、ぜひ上達に生かしていってください。はい、この目線をわざとこっちにグッと入れて針を作ってあげる、ね、この肩が戻んないようにしてグッとこっちに入れてあげる。そうすると軸しっかり入って